こんばんは。これ生徒から質問されたも、あの、スマホで質問された問題をちょっとここでやりますね。ちょっと字がちっちゃいから見づらいな。前途公認模試2015年の第2回、8月の前途公認前途模試数学の第5問ですね。で、これ問題見えるかな私がよく見えない。なんていうか、いや、X の方程式。X の方程式、cos2x-cos(x)=k と。でただし、ただし、x は0以上 2π 未満とし、k は実数の定数とすると。で、1番、cos(x)=t と置くときに、cos2x-cos(x)= を t の式で表せと。で、2番、2の1。k=0 のときの米印。米印っていうのはこれか。これか。これを解けと。で、2。米印が異なる4つの解を持つような k の値の範囲と。を求めようと。で、3番が P が正とすると。どのような正の定数 K に対しても、米印が X は0から P の範囲に解を持つ、持たないような、持たないような P の最大値を求めなさいと。じゃあ行きましょう。まず、1番。ちょっと今パーってやったから、ちょっと合ってるかな。ちょっと私もやりながら確認しよう。米印が cos2x-cos(x)=K ですよね。で、cos2x っていうのは当然2、2倍角の公式で 2cos2x-1 だから、じゃあ 2cos2x-1-cos(x)=k と。ですね。じゃあ、1番が cos(x) が t だから、じゃあ今、このとこか。1番はこの左辺だけでいいんか。1番左辺のとこだけだから、答え 2t2-t-1 ですね。で、2の1は k が0だから、これが0で計算すればいいですね。これが0。つまり、これイコール0か。じゃあ、これイコール0で、因数分解は合ってるような、プラス1マイナス合ってるな。じゃあ、t がマイナス2分の 1なんだけども、今回、x が0から 2π だから、cos(x) ですよね。t っていうのは cos(x) ですよね。あれ問題ある問題ないんだっけ。cos(x) が t か。cos(x) が t と。じゃあ t は、つまり cos(x) は、当然、マイナス1から1ですよね。より、これは適すると。じゃあ、この答えは適するよと。ってことで、まあ t はそうなんだけども、t を求めるわけじゃなくて、x を求める。そうそう。t を求めるわけじゃなくて、x を求めると。じゃあ、cos がマイナス2分の1の時は、3分の 2π と3分の 4π ですね。で、t が、つまり cos(x) は1ってことは、x は0ですよね。ちょっと見せると、三角比を見せると、cos がマイナス2分の1ってことは、3分の 2π と3分の 4π と。これですね。で、cos が1ってことは、当然0だと。0と。これが回答です。これが2番、2の1ですね。で、今度、2の2は、k イコール0は使わないのか。k イコール0を使わずに、じゃあ、この状態ですね。ただ、y イコールこれと y イコールこれでグラフ書けばいいですね。はい。じゃあ行きましょう。これとこれの。これはもう横棒一本引くだけだから行きます。平方完成します。合ってるよな。私、計算間違えたときある。じゃあ、これで、平方完成して、2でマイナス10。2倍して、合ってるな。じゃあ、頂点が4分の1マイナス8分の9だから、で、t がこの範囲ですよね。t がこの範囲。t がこの範囲だから、このグラフ。t がマイナス1から1で、軸が4、xy、あ、違う、この場合 ty グラフか。4分の1と。4分の1、頂点が4分の1マイナス8分の9だからで、t が1からマイナス1だから、こういうグラフですね。t が1の時は、この中1、t に1入れたら、だからこれ1入れたら、0になりますよね。t に1入れたら。だから t が1の時は0と。で、t がマイナス1。こういうのマイナス1入れてみてください。2になりますね。だからこういうグラフと。で、これですよ。ここで、今からこう、もう一本 y イコール k ってグラフ入れるんです。y イコール k って横棒ですよね。y イコール k。だからこういうふうにやると2点ぶつかる。こういうふうに引くと1本ぶつかる。ただし、t イコール1と t イコールマイナス1の時は、t と x は1対1対応ですよね。つまり、t が1とマイナス1っていうのは角度が1個しかないじゃないですか。で、残りだったら、例えば t が、
2分の1とかだったら角度がこうやって2つあるじゃないですか、角度がどの角度でも t が何歩でも、ただし1とマイナス1の時だけは角が1個よ、つまり t が1と t がマイナス1の時は1対1対応でも t がマイナス1から1の時は、1つの t に対して x が2個ありますよね。ということは上のグラフから、4つ解が4つって言ってるんだから、異なる4つの解って言ってるんだからこうなってればいい、つまりこっからここまでの間と、だから結局マイナス8分の9から0、あ間違った、あいいんか、k か k の範囲か k の範囲か、ということはマイナス1から、あそうや、マイナス1から間違えた、マイナス8分の9から0か、0かこれ0だ、1やね、0だ、0の範囲か、マイナス8分の9と0の間だ、いいですかね。だから y イコール k っていうのをこう引くんだけども、マイナス8分の9から0の間は回答です、いいですかね。はい、で次 p が正とすると、どのような正の定数 k に対しても、x が0から p の範囲に解を持つような p の最大値と、ちょっと問題が見づらいな、じゃあ k が上のグラフから k が正ですよね、 k が正と、だから k が正というのは y イコール k、 y イコール k が正だからこういう感じですね。だからさっきのこういうのはダメなんですよ。こういう感じ。正のグラフから t がマイナス2分の1と1、t がマイナス2分の1、t が t ってこれですよ。t がマイナス2分の1から1の範囲は解がないですよね。だって t が2分の1から、マイナス1から2分の1の範囲は解があるんだけど、t が2分の1から1の範囲は解がないじゃないですか。だから y イコール k ってこう、k がプラスだから。ということは、p の3、ということは、この問題は、ちょっと問題が、ね、読みづらいんですもん、だから、どのような正の定数 k に対しても、x が0から p の範囲に解を持たないと、ような、p の最大値と。ということは、この範囲では解を持たないんだから、この範囲では解を持たないんだから、t がマイナス2分の1から1、t がマイナス2分の1から1、t がマイナス2、t っていうのはコサインだから、マイナス2分の1から1、マイナス2分の1から1か、こっからこっか、こってことですね。コサイン x がマイナス2分の1から1と。この範囲、では解が持たないんだから、じゃあ p の最大値は、ここってことですね。3分の 2π と。3分の 2π と。が回答です。よろしいでしょうか。はい、じゃあ以上です。